金融,教育アド金融教育ベンチャーマネネの CEO 経済アナリスト森永康平さんです森永さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたししますますあなんと言っても今もう新型コロナウイルス感染症、はい、この話題のみといってもねええニュース見てても、えー、芸能もスポーツも誰が感染した、はい、ってことで結局コロナの話になってしまうはい えーまあの後ほどその経済的にこれがね、はい、もうかなりでも打撃は出てるわけでしょそうですね,ね昨日の夜出たアメリカの経済指標も、はい、なかなか見たことないような数字出てきたのであそうで一応、ニューヨークの株を見ておきましょう前の日に比べてですね4月2日は469ドル93セント値を上げて2万1413ドル44セントで取引を終えています。<え>あんまりこのアメリカいい兆し ではないんですけれども株は一応プラスになったんですね。そうですね。えー、まあただあの発表された直後は、はい、アメリカの株式市場も日本の先物も,もですね、はいえー、結構急落したんですけどもあ<ー>その後マネ、えー、を戻したという形ですよね。ま、はいえー、あそういうことなんですね。さて日本国内に目を向けましょう。プロ野球今日十二球団の代表者会議を行って日程の再再編に着手すると新型コロナウイルス感染拡大で目標に設定した四月二十四日開幕断 5月下旬以降の開幕を目指すとみられ最優先としてきた公式戦143試合の縮小にまで踏み込んで競技する可能性が高いといいます。 日本シリーズの12月開催案も浮上しているということなんですが、えー、なかなか開幕できないでいるプロスポーツですね、まあ、これも経済的に打撃ですもんねも工業系は野球に限らずもうメタメタになっていると私もプロ野球大好きなので、えー、ちょっとこれが春ないっていうのが辛いですし、えーえー、日本シリーズ12月ですからね。はい、これはもう 雪の降る地方がホームの楽天とかはもう優勝しない前提になってんじゃないかっていう感じですよね、雪でできないですよね、でもね、えー、まあ,あとその屋外同士、例えば d n a だったら横浜スタジアムですから、ね、ドームじゃないですからね,ね、寒いでしょうねまあ2月とかにオープン戦、私も横浜スタジアム見に行ったことありましたけど、やっぱ2月とか雪降ってたりするので、やりづらいですよね。えー これところ見に行く人たちも大変だしねそうする選手ももちろん大変ですけどね寒いと怪我しやすいとかもありますしはい。まあベースターズで言うと血行障害持ってる選手とかもいるので寒いとやっぱこう成績出なかったりするんですよねいや今森永さんの話聞いて dna i を感じましたね結構障害とかさすが詳しいですねファンだからそうなんですよサード守ってる宮崎っていうですね周囲打者も取ったことある選手が春先いつも打てないので えー、横浜側からするとちょっとオープニングが遅れるのありがたかったりするんですけど、はい、あそそううなんですねそうかスタートは遅れた方がいいけど横浜はですねオープン戦と開幕戦必ず揃わないんですよベストオーダーが、えーえー、で大体夏頃からやって多い、はい、まあ適度にまくり上げて3位とかっていうのは多いので。えーえー まあそういう話をしてる場合じゃないわけじゃないやあの今、聞いてておそらく和む方はたくさんいらっしゃったと思いますが、ね、本来だったらこの季節っていうのはねう3月20日でしたっけ、ね、あ<ー>あの本来だったらこのプロ野球が開幕するのが、ね、金曜日うんそこからもういやちょっとスタートダッシュとかなんとかねそ<う>言ってる時期ですよ。 その話のネタもないですし<ー>もう居酒屋とかにみんな行かないわけですから<ー>話をする場もないしもうだって行ったら何か罪悪感が少なすもいう、ね、ちょっとこう会食とか行くと<ー>もうそれ SNS に上げたりするだけで。 あの危機感がないとかな、はい、めてんのかみたいなコメントついたりするので、えー、ちょっともう悪循環に入っちゃってますよね。ですよねさて一方東京オリンピックについては来年七月二十三日にパラリンピックは来年八月二十四日それぞれ開幕することが決まりました。まあこの一年後の開催なんですが、コインうニュースも入ってきてます。東京オリンピックパラリンピックの延期でおよそ四割の企業が事業に影響が出ている。今後影響が出る可能性がある。 考えていることが調査でわかりました。まあそりゃそうでしょうね。やっぱりそのやる前提で物件もそれをこの選手村近くですよとか会場の近くですよって売っちゃってる物件もありますし、イベントもですね結局1年前から企画して用意してっていうのもあるので、本当にこれ経済の影響ってすごい大きいですよね。えー、あの例えばこの浜松町海外も新しいこのマンションなんかもね結構あの。 こじんわりしたマンンション細,細長いマンションが建ってて、はい、あこれってもしかしたらオリンピックに海外の汽車なんかね、うん、入れて、えー、とかあとこの辺りホテルもビジネスホテル結構、はい、あの新しくカプセルホテルもできてるんですよなるほど、えー、となるとやはりオリンピック対策なんだろうななんて思ってたんです勝手に、はい、それが延期となると、まあ、少なくとも1年はどうやってしのいでいこうかってことですよねですし、えー、こんな状況からホテルに泊まる人そそもそも オリンピックなくてもいないですからね、うんはい、本当にこう、一方で作っちゃったってことは投資はしちゃってるので、うん、その機会損失、どうするのっていうのは、当然あるでしょうね、うん、そうですよねでましてや、そのオリンピック、いや、うちは別にそんなの目当てにしてないって言っても、これだけ自粛というムードが漂って、出張もままならない、はい、浜松町界隈っていうのは、あの出張の方もね、結構、止まりましたからね。 モノレールでここまで来るとか、ねはい、いろんな方がいらっしゃいますけども、まあ、その人数も減ってるとなるとやっぱり打撃です、うん、間違いなくこれは、ね。<laughs> はい、大問題ですよね日本経済というか世界経済にとってですよね,ねじゃあこれどうしていけばいいのかっていうのは後ほどさんにお話聞いてまいります、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてくださいメールは「テラ」「#JOQR」「ドットネット」「ファックス」は東京0 3 5 4 0 3 1 1 5 1ツイッターも受付中です番組のツイッターアカウントは「テラ1134」「は TERA1134」たくさんのメールファックスつぶやきお待ちしています

今朝のコメンテーターは金融教育ベンチャーマネネの CEO で経済アナリスト森永康平さんです改めて森永さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今朝もいろいろニュースが入ってきています森永さんに話を聞くこのコーナー行きましょうニュース目玉空きまずはこちら読売新聞現金給付一世帯二十万円 政府は新型コロナウイルス感染拡大の影響で所得の減った世帯などを対象とする現金給付について1世帯当たり20万円とする方向で調整に入りました。 給付を望む人から所得の金額や減少幅の申請を受けて給付する自己申告制とすることを検討しています現金給付政府や政府がですね来週中にまとめる緊急経済対策の柱で低所得者所得が急減した急に減ったですね世帯を中心に家計を支援する狙いがあります で給付額の設定ではアメリカが大人にえ最大1200ドル日本円で13万円を支給するなど各国が大胆な現金給付策これを打ち出していることこれも参考にしたとみられます20万円という給付額ですがそして、えー、この国民全員には一律に行わないという現在のところこういう方向のようなんですがこれ森永さんどうご覧になりますかそううでですすね、えー、まあ金額自体は別にいいと思うんですけれれどもこ とはですね、えー、スピード感なんですね、はい、なので、そのよく一律にするか、まあその所得制限設けるかみたいな話が出るんですけれども、えー、結局、問題なのはやっぱその、ごちゃごちゃ言ってる間にスピード感落ちる、うん、これが最も問題なんですね、はい、金額がどうとか、えー、え所得制限がどうとか、そういう話じゃなくて、早くしてくれと、はい、で実際、そのもうこの問題が起きて、えー、ま例えば2月から起きてると考えると。はい その貯蓄のない人たちっていっぱいいるわけですよ、えー、そこに対して5月末にとか所得制限がとか言ってると結局、どんどん後ずれしていく、えー、でその間、2か月、3か月遅れると本当命を落とす人いるんですよで、えー、にいるんですよね、えーえー、なのでもうその早くしろともう額とか条件とかそんなことの結局設定で遅れるんだったらとにかくやれという話。えーはい この危機感が本当にあるのかっていうところなんですよ。うんはい、なので金額とか所得制限に批判が出たりっていうのはわかるんですけど、えー、そんな一時気にしてる暇じゃないですし、えー、やっぱそういうのを無視して実行する。 これがリーダーシップなので、はいえー、とにかく早くやってくれというのがやっぱありあますよね、はい、そして政府、与党と調整して制度を設計するということなんですが現金給付、自己申告制とするのは感染の影響で減収したという事例を行政側で確認することが難しいとただ自己申告制虚偽申告が相次ぐのではないかこういう懸念があります、まあ、このため政府、証明書類の添付不正申請に罰則を設ける案も含めて検討する方針だということなんですが、まあ でも今森永さんの話聞いてるこの自己申告だなんだなんて言ってる場合じゃないということなんですよねそうなんですよ。だからスピード感を本当に削られますし、はいえー、悪いやつはどんなことをしてでもやるのでどんだけ対策さって悪いことをしてくるわけですよ。はい、で善良で困ってる人たちっていうのは、えー、頭使う余裕がないわけなので、えー、そもそもこんなニュースを知らないかもしれないですし、はいえー、そうこうしていると結局。 変なところに偏りが起きて本当に必要な人に気渡らない。えー、これは怒るので、とにかく早く、えー、っていうのがもう第一優先だと思いますね。はい、また政府あの洗って使える布製のマスクをですね、今安倍総理もしてますが、一世帯二枚ずつ配る方針です。え費用は一枚二百円程度、一億枚を配布する予定で、単純計算でおよそ二百億円プラス送料ということになるんですかね。まあ安倍のマスクと、えー、ねあの揶揄されている部分もあるこのマスク。 なんですが、これ森永さんいかがですか。まあ、別にそのマスク配るなとは思わないですし、はい。えー、まあ、でも。 もらえるもんはもらっときますけれども、我が家も5人いますので、1世帯で2枚ってもらっても、なかなかこれ、と誰がつけるのっていう話になっちゃうので、やっぱそれよりも現金給付をとにかく早くやってくれという方が、やっぱみんな国民の感情としても強いと思いますよねこのマスクの中に何か入れてくれるとかね、そうなんですよ、どうせマスク配るんだったら、なんかこう、お札とかで作っといてくれみたいな、こばらしたらお札になりますぐらいのそれいいですね。 まあでもそれくらい切実に皆さんねラジオン早くですよ、えー、全然その危機感が伝わってないっていうのを感じますね、うんはい、続いてはこちら日本経済新聞アメリカ失業保険の申請664万件 アメリカ労働省が2日に発表した週間の新規の失業保険申請件数664万8000件前の週の330万7000件よりほぼ倍増過去最大となりました。 リーマンショックの影響があった2009年の3月見てみると66万5000件オイルショックの後の景気低迷悩まされた1982年の10月は69万5000件でしたで今回はもうすでに664万8000件ですから、まあ、10倍近いと今回の件数いかに大きいかわかるかと思いますで今回の対象期間は3月28日までの1週間ですアメリカのの新型コロナウイルスの感染者 数が中国を上回って世界最多、まあ、これは中国のデータを信じるという前提ですが外出制限が多くの州に拡大した時期にあたります前の週の分を合わせたこの申請の件数というのはおよそ1000万件アメリカの労働人口およそ1億6000万人ですからおよそ5%の人が影響を受けているという数字になりますアメリカの雇用状況これ森永さんどうご覧になりますかいいや相当厳ししですし<ー>正直 多分マーケットは正確には織り込めてないですよね、はい、その、はい、ぜちょうど先週出たときに300万を超えていて、えー、なんじゃこりゃってなってたんですけどその倍が今回来たので。<laughs> はい、本当にその、はい 多分かかってななないいんんでですよみんな、はい、どういう状況の数字だけ見ると、もう完全経済停止してるレベルなので、でえー、これは相当厳しいですけど、はい、まだマーケットはちゃんと折り込めてないっていうのは僕の見立てですね。はいえー、と、これ、その正しくこのを見ると、もっと変化してしまうってことなんですねそうですね、ただ、まああのこれ、気をつけなきゃいけないのが、えー、アメリカと日本で制度が若干違うので。はい 今回その、トランプさんが急いで決めたコロナウイルスの支援法が2兆ドル以上のがありますけど、はい、あれの影響でちょっとその失業者に対する給付とか手厚くなったので、はい、あえてその。 首を切られるというか自分から失業者になって申請する、例えばずっと工場で働いてても、LINE がストップしたら給料もらえないじゃんというのがあるので、だったら早々に失業者になっちゃって、まあ、給付をもらいましょうとで、その期間も延長されたので、っていうちょっとテクニカルな理由はあるんですよ、なので、まあこの数字だけ見て、なんか全員が首切られたって言って騒ぐのは間違っていて、意図的にそうやって給付を受けに行ってる人もかなり入ってるはずなので、まあ、そこは多分 その差し引いいいいて考えた方がいいとは思いますねそのアメリカの急激な雇用悪化、従業員を一時解雇にしたり、まあ、気球です、ねえ、人手が余ったために経営者が従業員を休ませる、レイオフ制度の影響もあるという見方もありますけれども、もう一つ気になるのが、ですねやっぱりアメリカの感染者数なんですが、まあ、これ、ところによってではありますが、1週間で4.1倍になってるっていう、うこの感染者の数ってのもね、ゆるしく問題ですね、これ。 やっぱりその、えー、日本以上に貧富の差が激しいので、えー、ホームレスもいっぱいいますし、はい、みんながみんな日本みたいにこう保険に入ってて、はい、体調悪いから病院行こうかなみたいなノリで行けないんですよね。えー、なのでそう考えると、えー 日本に比べるとやっぱりその感染者を抑える施策っていうのは本当に打ちづらいっていうのがもうこの数字に出ちゃってますよね。えー、そうですね。あのアメリカの病院まあこれも全部とは言いませんけれどもこの医師がね、うんえー、YouTube なんか通じて告白告発もしてますよね。はい、助けてくれだとか。まあニュース見ててもこう、えーはい、臨時で仮設でこうテントを作ってそこに遺体を安置してたりするっていう映像も流れてますけど。えー、はい もう戦時中ですよね,すね本当に戦争の時に見た光景っていう状況ですもんね,ねで,もですから医療崩壊が起きるとそうなるんだってこれ日本も一言じゃないっていうことですねはい、はい、続いてはこちら日本経済新聞店舗工場の減損見送り金融庁など新型コロナに対応 金融庁や日本公認会計士協会などは新型コロナウイルス感染拡大に伴う需要の急減、急速に減ったのを受け企業が直ちに工場や店舗の資産価値の切り下げこれを迫られないようにする方針です日本の会計基準では資産価値が取得の時よりも大きく下がれば減損処理というのをしなければいけませんただ企業監査法人が柔軟にこれを判断できるようにすると会計ルールーの適用 力化することでコロナに伴う業績悪化を和らげる狙いがあるということなんですねで企業利益を生むことを前提に工場ホテル店舗などを固定資産として計上しています、えー、していますが自動車を生産しない工場や宿泊客のいないホテル利益は生みません そのため本来ならば減損処理が必要になりかねないのですが機械的にルールを適用せず柔軟に対応することを認める方向ですこの店舗工場の減損見送りこれによって、えー、森永さん企業側これどういうういメリットがあるんでしょうこれはですね、えー、結構、分けて考えなきゃいけなくてですね、はいえー、例えば小売業とか工場やるような製造業、えー、こういうところは、えー、メリットはあるわけですよね。結局別に彼らの怠慢で、えー 何か起きてしまったわけではないので、それをまあ機械的に減損処理すると、まあ赤字になってしまったりとかってこと起きるんですけど、これ、必ずしも別に店舗、工場だけじゃないんですよ、資産っていうのは投資先の株とかも含まれるんですね、でさっきのその所得とか減りましたという自己申告の話、先ほどあったじゃないですか、これ、法人版もあるんですよ、実は。 いやこれコロナなんだよねって言われると減損処理しなくてよくなるってことになっちゃうのでまあ中には悪用しようとかもできちゃうわけですよね投資してて損しちゃってるんだけれどもいやでもこれはコロナですよねとって言われてしまったらそんなの検証しようがないわけですからなののでその本当にコロナでっていう店舗工場系の会社はメリットあると思いますけどこれ裏を返せば悪用することもできちゃうので。 逆に言うとこっちこそちゃんと対策してあげないとおかしいことが起きるっていうのが僕の見,見通しなんですねここに関しては、えー、はい、はい、なるほどだからますべてがいいとは限らないってことですね悪用される危険もある法人には優しいことやってるのに、えーはい、個人には厳しいことやってるから、はい、いやおかしいでしょっていうのがちょっと朝僕は怒ってる理由、えー、あそうなんですねはい以上ニュース目玉焼きでした 時刻六時二十八分です。 今朝のコメンテーターは金融教育ベンチャーマネネの CEO で経済アナリスト森永康平さんですこの時間森永さんに原油価格が急落世界への影響はについて話を聞きますアメリカで新型の原油シェールオイルこちらを生産する企業が経営破綻しましたホワイティング・ペトロリアムですね最近の原油相場の急落これを受けて経営が悪化したシェールオイルの生産大手が破綻するのは初めてです です原油相場新型コロナウイルスによる世界的な経済活動の停滞で需要が減少する中有力のなですね産油国のサウジアラビアとロシア増産方針を打ち出したことで供給過剰懸念これが高まって1バレル20ドル付近に低迷していますでアメリカのシェールオイル業者というのはこの価格水準では採算割れまあ、採算取れないと見られていて経営が厳しくなっていますこれまで好調だったアメリカ のシェールオイルの関連企業経営破綻したということなんですが、改めて森永さん、これ、どうご覧になってますかはいこれあのアメリカのシェールオイルの企業というのはです、ね、大体 WTI の原油の価格でいうと、大体いい40から50ドルぐらいが採算ラインだとは言われているので。 まあ当然、こういう破綻というのは起きるよねと今、20ドルぐらいですね、ちょっと昨日上がりましたけれども、それでも24ドルとかですから、あはい、なので、まあ、今回、たまたまこのホワイティング・ペトロリアムという会社は経営破綻しましたけれども、はい、これは別に同社が、こうそろ怠慢経営をしてましたという話ではなくて、はい、まあ他の会社も十分なり得ると、えー、で実際、上場しているところでいうと、チェサピーク・エナジーとか、ですね、えー、チャパラル・エナジーと呼ばれるような、はい、まあ同業の会社があるんですけれども、 これらの動きを見ていると、すでにもう債,債務を再編する専門家にこうちょっと協力を仰いでたりとか、ええ、まあ現金保有をしていくために、投資銀行となんかこう提携しているようなニュースも流れてきているので、はい、まだ経営破綻していないですけれども、もうちょっとそれに備えて動き始めているという実態もありますし、ええ、あの格付け会社のフィッチという会社があるんですけれども、ええ、まあ今回、このホワイティング・ペトロリアムが破綻したのを受けてですね、はい この原油系シェールガス系の会社が出して利回り高いんですけれども、これがデフォルトしてしまう確率を計算すると、大体年末で20%ぐらいの確率っていう数字に今、上がってきているので、まあちょっとこの1社だけで終わるのかっていうところは、マーケットの関係者、注目してますね、はい、えこの原油価格の急落、景気が急速に悪化するアメリカ経済にとってですけれども、これ、どういうこの悪影響 はい懸念があるんでしょうこれ、実はですね、えー、そのシェールオイルをやっている会社っていうのは、社債発行して資金上達しているんですけれども、大体、えー、そのうちの5000億ドル分ぐらい、はい、つまりざっくりと50兆円ぐらい、はい、これがです、ね、ディストレスト債って呼ばれるようは、もう経営破綻している会社が出している債券と同じような扱いになるだろう<ー>というニュースがもう出てしまってるんですね、えー、でこれ、それそうなるとどうなるかというと、えー、このシェール企業の負債っていうのを抱えているのが、大体テキサス州とか、はい えー、オクラホマ州、こういうところの地方銀行なんですよ、はい、そうすると、えー、このシェール関連の企業が潰れるだけじゃなくって、はい、そういうところの負債を持ってる地方銀行が経営悪化するので、えーえー、先ほど言った2州、テキサスとかオクラホマの経営が、えー、まあ経営というか <coughs>、経済が悪くなると、はい、でこれ、昔、1986年ぐらいにもあったんですね、こういう似たようなケースが。まままなののでこくと 単純にシェール企業がだめになりますではなく、はい、そこが結構地域活性につながってしまっている全体がやばくなるということですし、えー、今の水準だとおそらくアメリカの会社で元が取れる採算が合うのってもう本当にエクソンモービルとかこうシェブローみたいなも本当の大手だけだ、えーえー、大手うの大手だ、はい そうするとも関連企業の沖並アウトって話になってしまうのでこれはトランプさん相当焦ってると思いいますね、えー、はい、えガソリン価格10週連続で値下がり2年5か月ぶりの安値となっています。まあ、これあのに 日本からしてみると、ですね利用する側ですから、えー、何かこの、あガソリン安くなってよかったって思いの方、多いかと思うんです、庶民レベルとしてはですね。でもこの原油価格の急落、これ、日本経済にはどうなんでしょう、プラスに働かないんでしょうかまあその個人レベルで見ると、えー、ガソリン価格の低下っていうのはありがとうとは思いますけど、えー、今、そもそも外出しないじゃないですか、すね、かあんまり恩恵受けられないと。えー、一方で企業サイトで見ると、例えばそのエネオスとか運営してるィー t g ホールディングス。はいうん ここは最終利益の様子赤字に黒字から赤字になってますし大手商社で見てもこの間丸紅があの最終損失の様子を出してましたからで彼らと大きいので当然従業員何万人ってそれぞれ抱えてるわけですから。 そう考えるとトータルで見るとガソリン価格が安くなったって外出ない一方で、はい、企業業績を向き悪くなっていくので、はい、まあトータルで見たらネガティブですよね<ー>これはそうかそうか決してプラスじゃないとはい、はい、あと新型コロナウイルス感染拡大による経済の停滞そしてサウジアラビアとロシアのこの増産で原油の供給が過剰になるこういう懸念から原油の価格が大きく値下がりしているそんな中ですね二日の原油市場はサウジとロシアが大幅な減 産で合意するとの見通しをアメリカトランプ大統領が示したとする一部報道を受けて一時47%上昇したということなんですねでロシアのエネルギーの大臣はロシアによる増産は現実的でないと述べラジオ番組で増産の見送りを表明したサウジとロシア増産見送り歩み,歩み寄るんでしょうか これちゃんと正確理解しをするとですね、はい、あのそもそも世界の情勢を知る必要があって、ですね、はい、やっぱこう産油国っていうとロシア、サウジっいう印象なんですけど、はい、実は2018年の時点でアメリカが抜いちゃってると、はい、で昨年の段階だと、アメリカ70年ぶりにこう原油の純輸出国になっちゃってるんですね、はいえー、なのでサウジとロシアからすると、アメリカ憎しわけですよ、えー、で先ほど言った通り、シェール企業の平均採算ラインが40から50ドルですから、えー ここを下げるレベルまで増産しておけば彼らは勝手に撤退してくれるっていう見通しがあるんですね、はい、でサウジは今、もう攻勢をかけていて、はい、これ昔からその皇太子がもうどうせ原油の価値なんか希少性がないから、えーえー、とにかくもう低価格でいいから出しまくってシェア取ろうというのをずっと言っていて、えー、でここに来てですね、えー、サウジが狙っているのはロシアのお客さんを取りに行くと。えー、そこなんですねでロシアはアはメリカを というところなんですね。いすねはい、また後ほど話を聞く。聞時刻六時四十分です。 今朝のコメンテーターは金融教育ベンチャーマネネの ceo で経済アナリスト森永浩平さんです今朝もいろいろニュースが入ってきています東京都昨日都内で新型コロナ感染者新たに97人確認されたと発表しました1日の感染のこの感染確認者数としては最も多い数です感染者数先月25日以降40人から70人台でほぼ推移していましたが100人台に迫っ この数となりました感染拡大の傾向顕著となっていますまこうした中都内患者の急増で受け入れ可能な病床の数逼迫しつつありますえそしてこのため東京都は軽症そして無症状の患者は病院の外で病院外で療養させられるよう都内のホテルを借り上げて一時滞在場所として活用する方針を決めました医療崩壊の可能性が高まっているまこれはあの連日報道され てますこうした対策っいのも森永さん、やはり現場のお医者さんの話を聞く機会がたまたまあったんですけれども。 やっぱこう政治家から聞く話とは違ってかなりもう緊迫しているのが僕、はいえー、素人僕でもわかるぐらいなので、えー、やっぱ何かしらの対応しておかないとそれこそ医療崩壊って起こるっていうのをすすごくひしひしと感じまましたねね、はい、ええー、そうなんです、ねまあ今もう、もあの医療崩壊っていろいろな面から迫ってきてまして、うん、まず、この機器が足りないだとか、まあ、もちろんベッドの数が足りない患者が増えてですね、はい、陽性反応だと今、原則、えー、みんな入院になってますからあと、その院内感染。 とか、えーまあ、医療クラスターなんて呼ばれてますけれども、はい、集団感染が結構病院で増えて例えばの横浜の病院なんかでも、えー、あとその自分が発症してなくても一人発症すると周り自宅待機になりますからね,そうですね特に医療関係の方々のその人数が減るということは病院にもダメージを与えるってことになりますから。 ちょ大変な事態にアメリカだともうこうライセンスを持ってたりとか知識のある人は登録してくれっていうあの緊急のメールが来たりしてるみたいでおそらく日本でもですねコロナを放っておいてしまうと誇りかねないと思いますね、えーはいはい、そうですねそして安倍総理がですね緊急事態宣言を出すかどうかにも注目が集まっています緊急事態宣言これを安倍総理が出しますと対象となった都道府県の知事が強い権限を持って臨時の医療施設を開設する ために土地や建物同意なしに使用することが可能となりますえあとマスクだとかそういったものもですね結構強制的にというのが成り立つんですがまあ、こうしたことを背景に専門家の会議のおメンバーであります日本医師会の釜谷知常任理事え医療崩壊を防ぐためにも早く緊急事態宣言を出すべきだと指摘していますこの緊急事態宣言ですえ出すべきなのかえもう少し待った方がいいのかどうなんでしょうねこれもねま出してほしいという いう方が現ただ、出す以上はそれによって被るとされる経済損失、はい、これは同時に保証しないと、えー、本当にただの、ね、この間の都知事の会見もそうですけど、えー、あれ業者からするとただの死刑宣告みたいなもんなのでですからこれまでまあ同じ要請ではあるものの事実上の要請だったものがこの緊急事態宣言が出るともう法に基づいた要請になりますから。はい、そしたらやっぱりね ええー、まああ受ける側もだったら保証もよろしくお願いしますそれは間違いないですよなりますものね、はい、その覚悟ってのも大事ってことなんですね、うん、はいさあそれではここからは森永さんにこのテーマで話を聞きます国内景気の悪化最も効果的な経済対策とは 安倍総理は昨日の衆議院本会議で近くまとめる緊急経済対策に盛り込む現金給付について国民全員に一律に行うのではないと述べました困難な状況にある小規模事業者生活に困難を来す恐れのある人に必要な支援をできるだけ早く届けるとはしています政府リーマンショック後の定額給付金で全国民に1万2000円を配布しましたが大半が貯蓄に回ったと答え、まあ この苦い教訓をがあると、一律給付からの脱却を図ろうとしているとされています、今回のこの一律で現金を給付しない方針、改めて森永さん、いかがですかそうですね、もう先ほどもちょっとお話ししましたけれども、はい、とにかくスピードなんですよね。はい、なので、別に一律かどうかとか、そういう話じゃなくて、とにかく早くやってくれと。で、えー、でまああその所得制限であるとか そういういとこの区分け、早々、はい、にできるんだったらやってもいいですけど、えー、その結果、2ヶ月かかっちゃいましたとか、コストが無駄にかかっちゃいましたってなるぐらいだったら、はい、もうばらまいちゃったほうがいいんですよ、えー、でその貯蓄に回るからだめだとか言う人もいますけど、はい、別に貯蓄がなんで悪いんだっていう思っていて、はい、別に貯蓄が増えたら、将来的に消費に回す可能性もあるわけですし、はい、まあ金持ちにわたると不公平だとか言ってますけど、えー、そういう人たちの方が消費に使うんですよ。はい で逆に本当に苦しい人たちって家賃の返済だとか公共料金の支払いで終わっちゃうけれどもお金持ってる人だからこそ逆にあぶくぜに的な感じで商品回すわけなのでそこをですねギャーギャー言ってないでさっさとやったほうがいい本当にスピード感を持ってやらないとたおそらくですけども何人もいますよ、今回の件で経済的に弱ってしまってもう命を落としてしまった方がいるので。 とにかく早くやれと、そこがまず大事ですね、その一律かどうかとか、所得制限がどうかとか、そんな議論してる暇ないですよというのを、まあ彼らには分かってほしいですそれが現実ってそこはもうリーダーシップ取って、ですねどうせ何やったって批判なんか出るんですから、もう黙ってろと、やるんだと、強いリーダーシップを見せないと。 ここはちょっとこの人がうるさいからとかやってる場合じゃないよというところですよね、えーはいまあ、今回のこの新型コロナウイルス感染症に至ってはですねあの、まあ、感染するというも体身体的なこのものとあと心ですよね、はい、やっぱりずっと自粛していると特に今、子どもたちも結構ね、うん、ストレスが溜まっているなんて、まあ、子どもたちだけではないんですけれども、えー、そう言われている。 っていうことがのしかかってくる、はい、この三つですよね。ねええ、もう、ですから、もう。 こくも早くこのスピードが大事なんだと森永さんおっしゃいます一方アメリカ見てみるとですね収入に応じて一人最大千二百ドル日本円でおよそ十三万円を現金給付しますこの効果は森永さんどうご覧になりますかそうですねこれはねアメリカの例を見た方が本当いいと思っていてもともと彼らだって給与税はいこれを免除しましょうみたいな話をしてたんですよはいでも、ええ 想像以上に感染者が増えちゃって、経済の悪化がとんでもないスピードで起きてしまったということで、彼らは早期に家計を支援しようということで、現金給付に切り替えてるんですよ、このスピード感、これ見習わないとだめで、金額だけ見習ってもしょうがない、彼らが結局、税金じゃなくて、もう現金直接振り込んだ方が早いという、この決定に至ったスピード感を真似ないと、金額だけ真似しても本当しょうがないので、これは絶対効果ありますよ。金利を下げるとか え減税するとかそれよりも圧倒的にこう直接聞く話なので、はいはい、これはもう早々にやった方がいいですよね、えー、まあここからもそのスピードが大事だったらわかってくるってことですね、はい、さてその新型コロナウイルスの感染拡大止まらない中日銀が発表した3月の短間企業短期経済観測調査企業の景況感示します業況判断室大企業中小企業ともに落ち込みました大企業製造業が前回より8ポイント低い マイナス年ぶりの低水準ですまた非製造業12ポイント悪化下落幅リーマンショック後の2009年3月の調査以来の大きさとなりました森永さん、この落ち込みはどう受け止めていらっしゃいますかま正直よすぎますね、これは。よすぎる、まだこれだで、はい、あのなんでかっていうとこれ、はい、日銀単価で調査基準日っていうのがあって、ですね、はい、今回3月11日だと思うんですけど、はい、それ以降の,あの状態って織り込んでないんですよ。えー で結局、小池さんの会見って3月25日で、11日より後でしたし、はい、今回のコロナって、毎日悪化してるじゃないですか、はい、だから織り込めてないんですよ、これ、多分。えーえー、で、リーマンの時って、同じ大企業製造業で見ても、9月がマイナス3、はい、で12月がマイナス24、はい、で翌年の3月がマイナス58ですから、はい、やっぱそう考えると、織り込めきれてない。はい、なののでこの数字悪い悪いいニュース騒いで もっと悪いいいこれは間違いなたいだ、い今度6月のが出るんですしょ、ね、そう、はい、ですか、さてそしてこの家計向けの支援の目玉として野党や自民党の一部が求める消費税率の引き下げ、まあ、もちろんですね現金をなるべく早く出すべきだという森永さんの意見、そして消費税率の引き下げすべきだというこんな意見も世の中にはあるんですが、結構これ、強くなってきてますが、安倍総理、否定的な考え示してます。これどうですか 何を気にして否定してるんだっていう話でですね昨年の1二2月の GDP って実質で年率換算7.1%減ってるんですけど、はい、これはコロナの影響関係なくて消費増税のせいでこうなってるわけですよ。逆説的に考えたら増税がこんだけ悪影響があったっていうのを考えると減税の効果がないわけがないんですよ。はい、なのでこれも早々にやるべき、えー、でコロナの件は私感染症のプロじゃないで分かんないですけど、えー まあおそらく1年、2年すれば薬もできるんでしょうし免疫もつくんでしょうと思いますけどそこで V 字回復狙ってるとか言ってますけど V 字回復する前提ってその平常時にいた人たちとか会社がその状態のままであれば V 字回復しますけどこの間で手を打たないでですね例えば死んじゃった人が出た潰れた会社が出たとなるとこんなの戻ってこないんですね。コロナが収束した時に 経済をこう押し上げるプレイヤーが全員死んじゃいました倒産しちゃいましたってなったら V 字回復ができないって考えると今打てる手ってもう出しおみせずに打つべきなんですよなのでまあおそらく財政の健全化っていうのを気にしてるんだと思いますけどそんなこと言ってる場合じゃないだろうって話ですし結局今回消費増税したってじゃあ増税分すべて社会保障当てたのっていうと当ててないわけですよ一部は PB の P B のプラライマリーバランスの健全化に 使っちゃってるわけなんで、えー、じゃあ、せめてその分は、対策費、使いなさいよって話なので、はい、まあちょっとよくわかんないですよね、<ー>理解ができない、全然その実態、わかってないと自民党の若手有志らが主張する消費税率を当面、0。 0%にした場合、これ効果やっぱり大きい大きいと思いますけど、結局スピードなんですよ、でゼロっていうとどうせギャーギャー言い出すのがいるので、じゃあ全部軽減税率適用、これなら楽じゃないですか、すでにレジのシステムもそうなってるわけなので、それまんまにして、軽減税率で8に戻したらいいじゃないと、それは早いわけなので、とにかくスピード、ゼロっていうのに抵抗せるか多いんだったら、じゃあいったでいいと思いますよね。 まあよくして五とかね、はい、なればいいですよねとにかくスピードなんですよ、えー、ごちゃごちゃ言ってる場合じゃないんですよ間違いなくなですはい今あのよく森永さんタクシーもお乗りになってね、はい、あのタクシーの運転手さんももう半減しただとかもうこれからひどいってみんな言ってますよ、えーえー、これからがね、うんはい、今朝のコメンテーターは森永康平さんでした